はい、皆さん、おまくり、将棋講師 VTuber の大阪おまくりです。それでは、山坊主流対策講座のところにやっていきたいと思います。まあ、前回、ここで飛車を引くという変化をやっていったんですけど、まあ、これは、飛車側がね、十分戦いましたね。というわけで、次は、7五歩と突く手を見ていきたいと思います。まあ、これはですね、この8五の歩を直接咎めに行く狙いがありまして、まあ、7六銀から8五銀みたいな感じで、歩を取ってしまって、その後ね、この8筋の歩を伸ばしていけば、まあ、自然と逆襲ができるといった狙いになります。これに対して、居飛車うかうかしているとね、その順が実現してしまうので、どうやって対策をするかっていうのがポイントとなってきます。それでは見ていきましょう。はい、7五歩に対しまして、まあ、9四歩と突くのをお勧めしておきます。以下、7六銀と狙ってくる手には、9三桂と桂馬を端に跳ねて受けていきましょう。これに対して、まあ、金を上がる手、6五歩と突く手が考えられますので、それぞれ見ていきたいと思います。6五歩と突く手から見ていきましょう。飛車先を伸ばして自然に見える手ですね。これにはまず飛車先を交換しておきます。同歩同飛車に。まあ、銀を引いて受けるか、銀を上がって受けるかの二択になるんですけど、まあ、形のいい銀引きから見ていきます。銀引きには飛車を一段下まで引きます。この桂跳ねは、下段に飛車を引けるようにもした手ということでね。ただ単に8号を受けただけの手ではないというわけなんですね。まあ、6四歩と交換してくるのが自然でしょう。同歩、同飛車、8号桂と反撃をしていきます。同桂に同飛車と進みまして。まあ、ここで6三歩と打って銀引きに6二角のような露骨な攻めが気になるところだとは思うんですけど、これには3六桂というのが絶妙な返しになってます。美濃囲いではよくあるやつだね。もう打たれたくないやつ。同歩と取れば、5五角の王手飛車が待ってますね。これはひどい。桂打ちに寄って頑張るぐらいですけど、一旦角を取って、同歩なりに、5五角、取っていきます。飛車を引いて角に当てて頑張るぐらいですけど、8七飛車成と銀を取って飛車を切ります。同金に4八銀と絡んでいって、寄り筋ですね。同金は同桂成だし、まあ、角を取るぐらいですけど、金を取って、同銀に2八金、1七玉、4四角と進むと、王手飛車が今度も決まって、これで調整となります。それでは戻りまして、6二角と単純打つ手では決まらなかったので、次は飛車を引いてみます。5五角が先着になるのを避けて、強者に紐をつけようという手で、まあ、自然な手に見えるんですけども、これでも5五角と打つ手が厳しい手となります。まあ、次に3六桂と打たれるわけにいかないので、4六桂と受けておくらいなんですけど、2五歩とじっと玉頭に歩を突き出しまして、まあ、後々に2六歩同歩、2七歩みたいなね、手を狙っていくというような形になりますね。7六銀と、銀を使いながら、お飛車にね、圧をかけていきます。ここで6八歩と叩くのが、応酬になりますね。同金同飛車どちらも飛車を成ることができますから、まあ、飛車をじっと逃げておくぐらいなんですけど、こちらも飛車を逃げておきます。一回銀引いてくる手に、角をじっとなっておいて、これで優勢となります。まあ、以下、同金なら、同飛車成となっておいて、7六飛車に9九竜ぐらいで、そうですね。後に2六歩から2七歩と攻めたときに、4九の金にね、飛車が引いているので、非常に厳しい攻めとなっています。それでは戻りまして、8六歩から飛車先の歩を交換したところまで戻りましょう。銀引きはダメだったので、銀上がりはどうでしょうか。こちらにも8一飛車とやはり引いておきます。6四歩に、同歩同飛車、7二金と、今度は金を上がっていきます。こう打って守っておくぐらいですけど、1二香と上がるのが、下段飛車の狙いですね。足をついて、この桂頭を狙いに来る形になりますけども、1五歩、同歩、1飛車と、今度は、美濃囲いの急所である端を狙いに行きます。まあ、9五歩と、この桂馬をね、攻めるぐらいしか、振り飛車側からすると手がないんですけども、
対して6三銀と一旦上がっておいて、飛車を6六にまず引いてみます。まあ端攻めされてるので端に利かしてね、攻防の一手と言えるんですけども、これは4四角と打ち返すのがちょうどいい反撃となります。まあ、1六飛車と回って頑張るぐらいなんですけど、1七歩が継続の一手ですね。これで痺れています。同飛車は同角成、同香に9五歩と一歩補充して9四歩と叩かせてから、ここでね持ち歩が2歩になっているのがポイントですね。1六歩同香に1七歩と垂らしていきます。放っておくと1五香から同香同飛車となった時に足が受けづらいという形になりますし、まあ、非常にね困っている形になりますね。同桂取るというのも1五香同香同飛車と進むと橋を破れそうな展開となります。から1七歩に対して同香取るというのは2五桂と跳ねておいて、まあ、次に香車を取ってから1五香がやっぱり厳しいですね。同桂も当然1五香ですし、1七歩で痺れている形になりますね。まあ、というわけで6三銀には飛車を引くしかないんですけども、今度は3五角と5七角成を狙いつつの足攻めを狙うという八方に闇の角を追っていきます。まあ、この端が急所なんですね。まあ、これには6六角と反撃含みで受けておくぐらいなんですけど、1七歩と垂らしていきます。同香と取る手は同角成ともバッサリいってしまって、同桂に1六歩と打っていって足が破れる展開になりますね。かといってこちら放置しても1五香が厳しいので、まあ、3六歩と突いてちょっと角をねどかせようとするぐらいなんですけど、冷静に角を引いておいて同角同歩と進めまして、まあ、1七香には2五桂と跳ねておいて、これも優勢となります。まあ、次に1七桂成から1五香と走っていく手が非常に厳しいですね。香車をじっと逃げても1七歩と垂らしておくのがポイントで、何か同桂には同桂成同玉1五香という形で寄り筋となります。が同香に同飛車1六歩2五桂が厳しい攻めになりますね。玉を上がると角を打ってから香車で詰んでしまいますので、玉を下に行かざるを得ないんですけど、8玉に1六飛車としておけば完全に橋を破ることに成功して飛車勝勢です。銀冠がしっかりしてますね。はい、というわけでさらに戻ります。6五歩と突く手に8六歩と突かれるとあまりね振り飛車がうまくいかなかったので、今度は6七金と上がる手を見ていきましょう。こちらの方が本質取りそうな手ですね。こちらにも8六歩と突きまして、同歩同飛車と交換しておきます。8七歩に飛車を引いて、相手の狙いはここで8八飛車と回って8筋の方で、ね、ついていって逆襲しようというのが狙いになります。この時にやはり端桂と8一飛車のコンビネーションでこの、ね、8筋の逆襲というのをちょっと手を遅らしているっていう意味があるんですね。さあ、ここからどう指していきましょうか。こちらも1五歩とやはり端攻めをしていきます。同歩に1六歩と垂らすのが手筋の一手ですね。同香と取る手には2五角と打てば同飛車を取ることができます。2五角と打った手に1七玉と頑張るでは考えられそうですけど、こちらには5二金とじっと上がっておくのが好手となります。2六歩と殺しに来るんですけど、あっさり香車取ってしまって同玉に1五香が強烈ですね。同玉は1一飛車1四香どちらでも詰んでますので、僕逃げるしかないんですけど、1一飛車と回っておいて地下鉄飛車の成功ですね。これで橋を破る手が抜けにくいです。まあ、歩を打ってきても2五歩と突くのがポイントで、以下同歩に同桂と取ると1七の地点をね守るのがかなり難しくなってますね。
ですので戻りまして、この1六歩に対して同香と取ることはできないので手抜きをする形になるんですけど、8六歩と初志貫徹ということで、飛車先を伸ばしてね、これで戦おうという形で取るのが自然な手になります。それに対して1五香と足を詰めていきます。1八歩と謝らしてね、満足と言えそうなとこなんですけど、こちらもね、香車が前に行ってるのでちょっとね薄くなってますから、プラマイで言うとね、全く完全プラスってわけではないんですね。ただ、本譜もやはり5二金から7二角取ってね、馬作ってくるぐらいなんですけど、1一飛車と回る手がやはり厳しくて、これも優勢となっていきますね。この活用が非常に気持ちいいですね。こうなると、香車が上にいてもね、マイナスがあまりないという形になります。7二角に変えて、8五歩とはどうでしょうか。これも十分あり得る手ですね。こちらには一旦同桂と取るのがポイントになります。見えづらい手なんですけど、同飛車と取ってくるんだったら、同飛車、同桂に8九飛車というふうに攻めていきます。まあいいか、飛車を打たれて、ちょっとね、嫌な形ではあるんですけど、角と桂馬だけなので、まだ大丈夫なので、同飛車をじっと取っておいて。お互い香車の取り合いでしたら、4八香が非常に厳しい手になりますね。同金は3九角でいきなり詰んじゃうと。端が詰められているのは非常に厳しいですね。によるぐらいなんですけど、ここで、5一銀と一回引いておくのが非常に冷静な手になりますね。これで、1一角のね、反撃を消しておいて。次には、1七歩成からの攻めがね、見込める形になります。例えば、ようになってきたら1七歩成、同歩に1八歩と叩きまして、手筋の攻めですね。同香に1九角と打っていって、横を反らすことで、こうやって金をね、腹でパクッと取ることができるんですね。よく出てくる寄せの筋なので、覚えておきましょう。それでは、8五桂とね、歩を取ったところに戻ります。同飛車は、この8をね、攻められているのがめちゃくちゃ大きいので、ちょっとね、同飛車とは応じれないということで、同桂と取るのが自然になるでしょう。同桂には8四歩と置きますが、7三桂成同銀と進むんですけど、7二角に1飛車と回ります。8三角成とね、銀取りを見せながら駒を作ってきますけど、じっと冷静に引いておきましてが、8四飛車と走ってくる手には1七桂と数の攻めでゴリゴリに攻めていきます。何か、同歩、同歩なり、同香、同香なり同桂と。ここまではね、自然に進みますね。1六歩、1八歩、1七歩なり同歩と。走りの部分をね、清算した形になるんですけど、ここで2五桂と跳ね出すのが非常に気持ちいいですね。桂馬を打って受けてくる時には、1八歩と打つのが手筋の攻めになります。ここで1七桂成同桂をやってしまうと、もう一回歩を垂れて無限ループみたいな形になってね、最悪千日手になってしまいますので、注意が必要なんですけど、1八歩は覚えててほしい手で、敵の打ちたいところに打てというですね。ここで打っておけば、同玉と取る手には1七桂成同桂1六歩と進めたときに1八に歩が打てなくなっているんですね、玉がいるので。しかも、玉が危ないところに行くということで、責任帳の垂れ歩になります。かといって、この歩打ちに対して、例えば馬を引いて、なんとかね、こう飛車成りを作ろうとしてきても、1二香と打っていって、今度は1九香などと足して受ける手がなくなるので、非常に困っている形になりますね。1六香と頑張って受けてきても、1七桂成と、根元の歩を取ってしまって、が同桂に1六香と進めると、やはり1八歩が打てないっていうのが非常に辛い形になりますね。また、この桂跳ねた局面で、8五銀と取る手は8七歩と打ちまして、同飛車なら7八角で、茶金両取りが決まってしまうので、五銀とは取れない形になります。いかこちらに逃げるぐらいですけど、8八角と露骨に、といて両取りが非常に受けにくいですね。飛車を引いて頑張る手には7七角成、
同金8号車と置いて、次に6八銀であったり8八歩成であったり、まあ、そういった攻めが残ってますので、これも一茶が優勢となります。はい、というわけでね、ヤバ坊主流対策講座その2でございました。あとはね、あとまあ2回ぐらい講座動画作りたいなと思っておりますので、ちょっとね作るのがゆっくりになってるんですけども、ゆっくりとねお待ちいただけますと幸いでございます。よろしければいいねボタンとチャンネル登録押していただけますととても励みになります。感想等もねコメントでいただけますととても嬉しいので、ぜひよろしくお願いいたします。ではまた、おつまくり。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。